これで。あなたは西行寺の。妙なところで会うわね。なるほど、三途の川に片足を突っ込んだあなたにお似合いの場所ね。こんな妙な場所を作って待ち伏せているということは知っているんでしょう。何を？お嬢様と春の行方よ。興味ない。興味があろうとなかろうと教えていただくわ。興味もないし教えるつもりもない。だいたい察しはついているはずでしょ。あくまでも教えるつもりはないと。平和的に生きたかったのにね。そう思っている顔には見えないけどね。レイリー、はっはっ、いや、マイル、レバンよ。はっ、こちらスカイアン、キン、レイリー、ハッケン、レバンよ。セイアン、こちらスカイアン、レイリー、セイアン、ハッチ、ヤッ、レイリー、セイアン、ヤッ、お嬢さん、切れないもの、まだまだあるよね。興味があろうとなかろうと、教えるつもりがあろうとなかろうと、あなたから聞けぬのであれば、あなたのご主人に聞くことになる。Thank you.
チェリー様、どうされたのです？誰です？誰がこんなことを？レミーが。お嬢様が、お嬢様がどうしたのです？あら、お前たち何やってんだ？霧雨、マリサ。奇遇だねって雰囲気じゃなさそうだな。あなたがパチュリ様を？さあね。その様子だと、いろいろご存知のようね。さあね。これ以上言わせる機会？やれやれ。他人のお城でお掃除することになるとはね。私の放棄は伊達じゃないぜ。洗いざらい。悪い、私何も知らないんだ。は？いやさ、前のコマ城みたいな異変を感じてここに来ただけなんだ。あなたのことだから、くだらない嘘を言っているわけではないよね。まあな。胸を張るところではないですよ。一緒に来いって。悪いけど私はパス。あら、どうして？もうちょっとここで本を見ていくことにするよ。読みたいのがわんさかあるしね。読みたいものですか？昨夜？ええ。なんだよお前ら、なんだその目は。異変を感じて、その混乱に乗じて本を盗みに来たというわけですね。バカ、借りるだけ、借りるだけだって。誰か来る。やっと追いついた。なんだ、誰かと思えばアリスじゃないか。なんだとは何よ。そのマリサがお城に入っていくのが見えたから追いかけてきたのよ。とにかく追いつくのすっごく大変だったんだから。やれやれ、本物のバカがお出ましだぞ。せっかく心配してきたのに、その言い方はひどいわ。とにかく私は行かないからな。お先に失礼するぜ。あ、ちょっと待ちなさいよ。振られたわね。